私、エオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊、シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬を私、エオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、ね、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊、シュアボ東京で25万人以上に見られながら。まだ、ね 今日は新しい曲も上がってきたので、そこも楽しみにしてます。あと、スポンサーさんもいた方がね、シャボチ強くなります、ね、はい。あ、そうだ。まあこんな感じで。今日もよろしくお願いします。はい。<laughs> もう途中でグダグダになったんでね、もう途中から喋ることしましたけど、はい。さあ、早い時間に来てくれてる人はみんなね、この流れをね、知ってる方なんでこれでもいいかなと。はい。 始めたいんですけどもオペ大変というわけでありがとうございます皆さん来ていただいて最初に待ってくれた時短でオ座くさあおっ手薮君くんよしさんまで来ていただいてありがとうございますアーセナル戦朝方あったんだそうだわ遊び行こうと思ってたわ <laughs> 遊び行ってんじゃねえっていう話ですけどねうんゾーメと遊ぼうと思ってましたねそっかアーセナル戦あるのか 朝か富安メンバー入ってんだっけ富安いるんならな <laughs> そうもう早起きだよねもうね朝5時とかでしょいやそうな朝5時半の相手シェフィール富安いるんなら朝でも見たいけどな そそうそうでも今みんな頑張ってる前のねプレちゃんとのトークでもあれしたけど夜はむしろみんなが遊びたい夜を俺らは仕事しなきゃいけないみたいなねそうトミー出るかどうかですねぶっちゃけた話ねいやーありがとうございますよろしくお願いしますそうそうそうあのスポーツノートビルド後ろに映る時あるでしょあのビルドさんがですね新機能なんかこう AI コーチみたいな あのスポーツノートって選手が今日これしましたとかこう取り組んでますみたいなのを書いてそれが監督に共有されてるんですよ僕とかコーチに。そこに AI がいやその目標設定だとこうこうこうですみたいなそれみんなにね送ってくれるのよでね例えばえこの実際にねポストしたやつで言うとあの今週の週ゴール設定みたいな。 やつでえー、試合に備えて、えー、練習でアピールする1原則通りのプレイみたいな書いてる選手に、えー、原則通りのプレイは具体性に欠けますがビハインドクロスを入れるマークの明確化は具体的なことですもう少し詳細にどのような状況でビハインドクロスを入れるかどのようにマークを明確にするかを定めるといいでしょうみたいなめちゃくちゃいいフィードバックしてくれんのよこれちょっとびっくりしたこれをいろんな選手にねあの各選手に その選手にあったというか、その選手の振り返りに合わせたやつを AI っぽくないんだよ、本当に。俺、最初、笠原んがさ、アカウント AI コーチっていうのを作ってやってんのかと思ったんだよね。 プレスバックをしっかりするみたいな、プレスバックとセカンドボールへの反応を速くするっていう集合ル設定に、プレスバックとセカンドボールへの反応を速くするという目標は具体的な行動になってますが、どのようにしてそれを測定するかが明確ではありません。えー、反応速度はトレーニングによって改善可能ですが、1週間という短期間での顕著な進歩を期待するのは難しいかもしれません。継続的な努力が必要ですみたいな。これさ、何が言ってさ、いちいち監督が言うと、うわ、細かいなとかそこまで言うのかみたいに思われそうな部分も、AI が 感情抜きにやってくれてるからむしろいけるっていう。そう。すごいいいと思いましたね。やっぱフィードバックも毎回できるわけじゃないし、僕もできるだけいろんな選手やるようにしてるんだけど、すごいですよ、本当に。だから、あの、概要欄に、えー、ビルドさんのやつ、まあ、前から貼ってあるんですけど、本当に、あの、チームに取り入れるのをマジでおすすめしますね。 ある程度ねこうディープランニング的なのしてねこのビッグデータからのそのコーチングの精度向上みたいにやってるんだろうけど本当にビルドすごいと思いましたね。マジでおすすめです。 僕とかある程度ね言語化しながらコーチングねやってる人ですけれどもみんどの監督もみんなそれね得意なわけじゃないのもねこういうのがあるといいですよね。 はい。あとは麦わら君ん、富安ベンチオインチ用なのに常に気がでいない、プラスクラブへのコミットメントも低い、だから売るべきという意見が多いですが、レオさの考え聞きたいです、個人的には稼働率が悪すぎて欲しがるクラブがないから売るに売れないと思います欲しがるクラブないっていうのはないと思いますね、実際にいろんな移籍の噂は結構具体的に出てきて、それをアーセナルが断ってるみたいなのもありますしでこれ、前も答えてるんじゃないかな、あのまず出た時のクオリティ高くて、ディフェンスライン全部とボランチまでできるみたいな、そんな選手いないんですよね。 でその選手が控えの時も腐らずチームの手本になる行動をしてくれるんでそういう選手を大事にするとマネージメントしやすいんですよ。なんで結構富安売る方がいいとか富安稼働率低いってとこだけで見てる人っていうのは、まあ、本当にあのマネージメント経験が足りなすぎたりその選手本当ゲーム的な扱い出る試合少ないじゃんあんま出ないじゃんみたいな,なんかそういうそこだけで見ちゃってる人だと思いますね。 AI コーチ側は逆に用語を学ばせて学習させていくので、これからどんどん進化していくから、コーチも AI に奪われていくのかって。だから、そこ結構分業できてありがたいですね。実際にさ、こう、選手と直接会いながら話したいことと、えー、っと、テキストで伝わるものとか、そこもね、分けて考えなきゃいけないですよ。だから、これは AI コーチが言ってくれるからとか。そう。だって AI コーチがね、選手焼肉に連れていけないですからね。 やっぱ心でつながってこそみたいな笑い話をできる間柄だからこそシリアスな話した時に伝わるっていうのがあるじゃんそうだけどすごいなんかだから心じゃ味方できた感じですよね審判も誤信しないように VAR に助けてもらってるみたいなイメージ僕が毎回適切にねこの細かく「ここをちゃんと1週間でここまでしかできないから言語化してここまでやるしよ」みたいな全部は言えないからさすがに。 マジで僕が何な,ならちょっと苦手なところを AI コーチやってくれてる部分もありますねここからあれがもっと良くなってくっていうのはすごい楽しみですね,ね佐野改修ねセンターバックやってましたねうんやってましたねっていうそうコミットメント高いのが重要なのはあのねちゃんと戦える選手大事にしてるとそうじゃない選手がチームの基準示されるから そういう選手をね、お手本にするようになるっていうかね。から戦えない選手大事にしてるとさ、あのチームとかあのチームみたいになっちゃうからね。へえスタミナ二郎君ありがとう。ノッティンガム戦のリバプールの決勝ゴールのシーンで、えー、決勝ゴールのシーンで、ファンダイクが、ダーウィンがオフサイドにならないように、相手選手を押してライン上げないようにしてたらしいです。本当に気が利くキャプテンです。ね、勝負の神は細部に宿るっていうのはね、ファンダイクがやってたと。 DX 化進めていきデジタル領域をうまく取り入れていくことがこれからのサッカークラブでは重要ですからな,んかタ,クなんかタクシーの CM みたいな <laughs> タクシーの,あの後部座席座った時ここの俺車酔いやすいからできるだけ消すやつでいい、ね、サッカーコーチも DX 化みたいな <laughs>、ね、あーもう各選手へのフィードバックが大変みたいな <laughs> そんな時は AI コーチみたいな ビルドを取り入れると各選手へのフィードバックがこんなにスムーズに <laughs> 完全にそういう CM っぽかったいやでもマジで本当におすすめだからあれ藤原達也言ってスカイ株式会社みたいな <laughs> そうスカイ株式会社黒田さんも言ってたんだてかさ俺黒田さんの本があるの俺知らなかったんですよマジで で、YouTube のコメなんか、Twitter かなんかで、黒田さんの本昔から読んでて、今回の対談でみたいなのがあって、えっ、黒田さん、本出してるのと思って、で、Kindle も出てたから、急いで買いましたね。で、急いで買おうと思ってライブラ、ライブラリに覗いたら、あの、怪ジのさ、班長のやつあるじゃん、漫画の。あの、一日外出録。はまっちゃって、そっち読んじゃうっていう。<laughs> なんで、これから読むんですけど、やっぱ漫画の誘惑はすごいね。うんうん 思ってない方向の話いきましょう。まあそれで言えるのはもう本当本出してても出してるよって常に宣伝するのは大事ですね。僕も出してます。はい。みんな知ってるでしょっていうのがね。絶対黒田さんの本いいこと書いてあるから読みますね。買いましたねだから。そう。でねやっぱ大事なのがいつも言うけどあの黒田さんの方は絶対おもろいけどさやっぱり本とかあと筋トレとか頑張ってるって言っちゃダメで、ね。 あ楽しいよねっていうのが大事っていうそう本って楽しいもんだからってねそうザー,クイー見ザークツイ見ましたよ昔バエルの頃を見てたけどザークツイあのもう引き出しが増えてましたね自分で運べるしため作れるし周りの選手使えるし空中戦も強いみたいなであとはアーセナルのレベルでどのぐらいやれるかっすよね ボローニャでやっぱりセリアのディフェンスよりもプレミアのディフェンスの方がやっぱお金払える分プレミアに来るからいい選手がそこを上回れる質があるかどうかですねだから一番のチョイスではないけどやっぱ押し面だボニフェイスだとか体強くて自分で点取れて周りもある程度使えるみたいなそういう選手をさトニーもそうじゃんそういう選手ばっかりもアーセナルを上げててやっぱ あのジェズスだとそこの強さでとか点取るところで物足りないしエディだと気の利き方で物足りないからジェズスとエディを足していいとこだけ残して割ったみたいな選手が欲しいからそれの3番手4番手にはザークツーいるっていう感じだと思いますね。 え森くん、スパチャ、ありがとう、森セブンくんかな。町田のサッカー賛否両論あるけど、あれが通用しなくなれば、その頃には J リーグが1、2段上に行ってそう。うんん、あれが通用しないというか、あれ通用しない時は戦力差がありすぎる時なんで、まあ大丈夫だと思いますね、町田。むしろ、あのー、必要なのが、あのー、なんかその、火を言ってる人が建設的な意見言,言えてるかどうかみたいな。火、火側に感情論がありすぎる感じがするよね。 けし見たっけあんま覚えてないな安の森安屋であれ堂安のさやつ読んだんだけどさあれでしたねあのにえっ、ー、とこれね自分のチームの話をしてるんですけどバエルンあ自分のチームっていうかバエルンの話をしてるんだけど戦った。 それに対して、日本代表がアジアカップで負けた時もそうですけど、この能力が揃ったところで、やっぱりチームとしてやることはっきりしなくて、バラバラでやってると、どれだけ強い子でも、やっぱり負けてしまう。そこは感じますねって言って。これ、日本代表言う必要あったかなっていう。<laughs> これ、やマジでって、これ、別に、バイルンちょっとまとまってないっすねって話でいいじゃん。いや、日本代表もそうなんですけどって、そこを言うと、それ絶対切り抜かれて、そういう森保批判って捉えられるよって、実際にそうなっちゃうし。 どのようにまと,めまとめ上げていくのかそれが重要なのはどうは少し考えてこんな風に答えてくれたすべ、えー、何が必要かみたいな話ね、えー、全てじゃないですかピッチ内で解決できることもそうですしピッチ側のロッカーであったりとかミーティングであったりとかもそうですし監督からの指示であったりとかキャプテンからの指示であったりとかいろんなところで解決策があると思う1つというのは絞りきれないですけどみたいなねえ そうだからもうずっと思ってたんだろうね。それで映える見ながら「うわ日本代表そうだな」みたいな自然と言っちゃったんだろうねだから自然と言っちゃっただと思いますよ。堂安って自然と言っちゃうじゃんなんかいろいろ。そうなんかねこう日本代表と重ねて話してくれたみたいなように記者が書いてその後に「この能力が揃ったところで」って書いてたら堂安からしたらいや俺そんなこと言ってないしってなるんだけど。影かっこで 日本代表がアジアカップで負けた時もそうですけど、この能力が揃ったところでやっぱりチームとしてやることがはっきりしてなくて、バラバラでやってるとっていうなってるから、ちゃんと堂安が持ってきて言ってんだよね。僕が堂安の立場、でもみんなもそう、ほとんどがそうだと思うんだけど、自分が日本代表呼ばれてて結構使われてる選手だったらさ、言わなくないバイルのこと聞かれて、やっぱバラバラになってんすかね、ちょっと分からないっすね、自分のチームじゃないって言って。結構、避けない、そこって。冨安とかそれうまいじゃん。この辺とか もう安っぽさだら僕らとしてはありがたいですよこういう,うに話題作ってくれてそうだからなんか不思議な感じっすよねそう久保とうんだからまあその辺がね堂安のねあ,のありがたさですよ僕らからしたら話題を提供してくれるみたいな。 いやちょっっと待ってくださいねもうええわってなったのかなどうなんでしょうねそう業務連,連絡してました今そうアスレチックのサッカーいいよねプレスの連動がすげえいいんだよ プレスの連動がすごく良くて、両サイドのウィングが活かしてて、今回は2個が何かで出れなかった、怪我だっけ、何かで。で、ディフェンスラインも裏ケアしっかりして全部連動するんだよ。で、ちょっとつなぐの。ちょっとつないでウィング使うか、長いボールでウィング使うかみたいなのが多いんだけど、あと裏抜けか。ただ、今回みたいにウィングしっかり左使えないってなると、ちょっとつなぐ分目線揃えられなくなって、で、最後は、まあ、あのー、 バルサの甲を崩し切れなかその辺がねちょっと自分のチームとも似てるなみたいなだからいかに目線揃える守備の大事さと目線を揃える大事さみたいなだからどの攻撃はもう無理って諦めて何個かに絞らせるみたいなそれが重要だなって思ってるんですよねアセリシック見ててであとなんかウィリアムス兄弟が両ウィングでめちゃくちゃスピードあってさそこの弧を生かしながら全体の守備の連動があるみたいななんかすごい漫画に出てきそうなチームだなって思いますよね キャプツバの対戦相手チームみたいな。何々兄弟の両ウィングみたいな。ありそうじゃん。バルベルデ有能だね。シーズン序盤よりサイドバックちょっと絞らせてビルドアップするし。いや、マジでさ、もうバルサロベルト・マルティネスの噂とか出てきてさ、もうロベルト・マルティネスが出るぐらいならさ、バルベルデ出てきていいじゃん。だからもう絶対にバルベルデのことは失敗にしたいんだろうな。一回言っちゃった人たちが。 あの時バルベルデなしって言っちゃって、その後セティン来て、クーマン来て、チャビでおかしくなったけど、あの時のバルベルデのままでよかったってことにしちゃったら、あの日の俺が間違ってたって認めることになる、みたいな人たちのせいでな。バルベルデなかったの運だけだからな。いや、バルベルデほんとすごいよ。うん、だからあの、スペインの黒田さんだと思いますけどね、バルベルデは。 シミテクト君スパチャありがとう。富安は怪我してるのに代表優先してクラブで出ないからコミットメイントとか、いや、ありが足りないって言ってる人はいました。<laughs> いや、もう、あの、会社とか入れ。<laughs> 社会生活を送れ。<laughs> 日本代表で呼ばれてそこのトップがちょっと怪我きついかもしれないけど、出てって言ってね、日の丸背負ってね、それで代表出ないで帰ってクラブで出てたらさ、めちゃくちゃディスられるじゃん。なんでそんな手前のことすら分かんないんだろうな。 そういういのがあるからリーさんは言ってるわけじゃんそのクラブのさ一番大事な時期にあのチーム抜けてくる選手たちはどうしてもそこって頑張ってやろうと思ってもあの体重乗り切らないみたいなことはあるっていう話をさしょうがないねそれはね多分普通に子供とかが打ってると思いますよ子供か子供大人が。 ああえー、上田がフェリーノールトで活躍できない理由を教えてください。もうライバルがめちゃくちゃ強いからですね。で、上田自体もボール失うしね。あとは監督とちょっと会ってなさそうだよね。そう、なんかそういう複数の理由だと思いますけどね。だからそのコミュニケーション面とか監督と会ってない戦術合ってないっていうのを凌駕するぐらいのこの質がないって感じですね。で、普通に僕はツートップで使えばいいってずっと思ってるんですけど、でもまあ、ね、僕はフェリーノールトの監督じゃないんでね。 オングペドリビガビーいないときは中盤構成を最適化。ももうあのカンセロを左ウイングに上げて、ディフェンスラインにデヨングがクリステンス下げて、中盤にペドリ入れたほうがいいですね。もうカンセロディフェンスラインに入れてるうちは弱い相手に勝てるかどうかで、強い相手になったらもうガチャなんだから。サッカー界全体でその失敗してるのに誰も学んでない。フォーデンのあのシュートはカットインって言うのかねどうなんだ カットインってあの6ペンとかのイメージなんだけど僕が言ってるやつ組織構築の勉強とかってどうやってますか体当たりですねもう本当実践実践実践ですね中級学読めましたありがとうございます ね、あの時ねアレグリがさユベントスでさ442343下編やった時のさ表現がねなんかあのウイングにまんじゅうキッチン置いてナんタラガンタラしたら今まではイグアインがや頑張ってただけなのに窓を開けて風が、えー、部屋の中を通り抜けたようなそんな爽快感があったんだみたいに言っててあの時に気づくべきだったっていう詩的な表現するやつ怪しいっていうねロストフの空を忘れるなみたいなさ 私的な表現に逃げるやつ怪しいぞってこれじ実社会でもそうだからねしょうもない箇所とふわっとしたこと書くでしょなんかこの別に独特な比喩表現でもないやつ <laughs> さあえー、っとニカハラハヤニくんスパチャありがとうこんにちは昨日のダービーでユナイテッドはもっとやりようあったと思いますかはい えー、昨日の生配信で喋ってますねまあ、たラトフクリフのもとで構造が整備されるリフの前提になってしまいますが結局天グはその場合任せていいレベルの監督なんでしょうかレオさんの意見を教いたいです天グが思ったようにやれるような選手たちを集めて天、えー、グにちゃんと権力与えてあげられるならそのままでもいいと思いますただどのレベルを求めるかですねあのこののの実況解説でも言いましたけどあの プレミアで上昇軍団を作るんだったら、ポステコグルーだと厳しいと思います。ただ、ロマンを追いながら、チャンピオンズリーグ圏内に常に入ってぐらいだったらいけるいけないの間を、他のチームの、その、出来によって見れるから、みたいな。だから、あの、天白とか、えっ、ー、と、ポステコグルーとかって、結構そのノリショナルな、ロマン派ポゼッション監督なんで、そう。リアリスティックに、あの、ポゼッションすることで、勝率を高める系監督ではないから、 やるべきことよりやりたいことを優先してそのやりたいことが実を結ぶことが大事みたいなでその思いとか志があるから選手ついてくる系監督なんで天白もその類いですねじゃないとね10代のデヨングをセンターバックに使わないですからねでいつも言うけどそのサッカーを仕事にする時点でもうサッカーに酔っ払ってる人たちなんで お金稼ぐだからそこはもうそれこそ哲学だと思いますね。勝利至上主義のサッカーをするのかやりたい現象の中にまあ勝利がくっついてくればいいのかとかそこってもう100ゼロじゃないじゃん。勝つためには何でもするっていう100ゼロで触れる人と勝つために何でもするけどこれはやりたくないみたいなのが人によってあるんですよ。 でそれを見抜くのが大事で。だから天白とかは、それは繋がない方が勝つかもしれないけど、繋がないで一発狙ってずっと勝ち狙うみたいなのは、不本意みたいな考え方だと思いますね。だから徹底できないから、あの、シティにやられた3点目みたいな現象を起きるっていう。僕も徹底できないですからね。僕だって。 あのシュアーボにできることならもっともっと繋がせたいですもん <laughs> めちゃくちゃ繋がせたいけどでもそれ以上にかつここから昇格し続ける、えー、スポンサーさんサポーターの方々の思い背負ってやるっていうのいろいろ考えるとちゃんと結果が出る、えー、結果出すための一番の戦術みたいなのを選ぶじゃないですかその中でじゃあどうするっていうと全く繋がないのが全部いいわけじゃないからこっからこのエリア繋いでいいけどこの、えー、得点パターンを用意してるよ こっからこのエリアはつながないでね、ここだけは絶対にやっちゃダメだよみたいな。なんかそういう、ちゃんと、シュアボンの中では幻想があるんですよね、涼沢学園入ると読んでもらいますけど。でもそれって普通じゃないじゃん、その監督って。っていうか、こういうふうに、僕は、これはブレてるわけじゃなく、僕は合理的っていう哲学で生きてるんで、めちゃくちゃ繋いで、えー、勝てるチームだったらめちゃくちゃ繋ぐチームやると思う。で、めちゃくちゃ繋いで勝てるチームじゃなかったら、スタイル変わるから。だからこう 合理的なことが心情なんで、スタイル自体は、サッカーのスタイル自体は変わるんですよ。でも、心情がポゼッションの人は変わんないですよね。だって、合理的よりもポゼッションが大事だから、みたいな話になってきます。なんで、ラトクリフさんがどういうサッカーを一番いいと思ってるかどうかっていうのが、重要ですね。で、まあ、サッカーの質より、組織としての質が重要だから、組織をどう作っていくっていうふうに考えるかっていうのが、 今後ですユナイテッドおまけお疲れ、ね、J リーグ支配率多いチームのお学生してるイメージサイドフロントでハマってるお年てそうそうそうでもそのねそこのセオリーは日本中に共有されてないですからね当然 僕もね今日ちょうど両ザと分析でねあの学園生の皆さんといろんなチーム映像を見ながら分析するやつの中で勝てるとしてもこれはやりたくないっていうのが1個あるっていう話はしましたけどねそうなんかねこの主催者側の画面のチャット動かない現象はあるんですよね時々あ動いた自分もリーグ戦始まるんですが繋ぎたい気持ちはめちゃめちゃあるんですけど繋いだら負けると思ってるんでとにかく守備考えてますあ手賀君はコーチだったっけそうだ キーパーーパのイメジだけどそれによって攻撃機会が失われてるっていうふうに選手に考えられちゃうと選手がさ「いや繋いだら勝てるかもなのにな」が一番最悪じゃんだからちゃんとそこの何て言うんですかねこうまあ認識の共有が重要なんですよそう認識の共有ここは俺らやっちゃいけないよねこれは俺らチャンスになるよねみたいなのをもう残り今回終わったから3回か2回かも。 残り2回か3か分からなくなっちゃった、まあ、残り少ない中でこの段階はもうこうしなきゃなとだからこの間試合終わった後も俺らのピンチになるパターンこれチャンスになるパターンこれだからこれやってほしいって話は選手にしましたね今のゾンローの話は工藤さんが言ってた前からレオさんの中で原則としてチームで決めてたことですかまあそうですね、うん、僕の中でっていうかもう原則になってますねもうチームの決め事としてありますね そう選手が納得しないと戦術浸透しないしその納得してない選手に権力を与えちゃうと最悪だからもうう真逆いくからそうだからやっぱりポグバが一緒にさあのチーム作ってくれるフランス代表強いじゃんだからその点で、まあ、国のパワーとさあのデシャンのパワーあるしでユナイテッドのパワーのなさと、えー、監督の権力を与えられてるさポグバのわがまま許される環境みたいなのがユナイテッドの衰退、まあ、になってましたから。 おかしいじゃん。だって、ワールドカップ優勝するチームの中心選手がいるチームが崩壊してるのさ。グランドコンディションでサッカーのスタイル変えれるのすごい。なかなかできるチーム少ないですよ。自分たちのサッカーに固執しがちですかそうそうそう。だ一番最近で言うとあれですよね。ああ、これネタバレになるか。うん。そう。大雨だと、もう完全に蹴るって決めるんですよ。ちょっと濡れてんなぐらいがね。 パスはできんだけど止めんのむずいみたいな。これ難しいのよ。<laughs> 最近した経験で言うと。そう、だからそこでね、やっぱりね、この、もう僕もそうですけど、基本的にね、論理だけで人って割り切れないですから、正しいこと言っててもこいつの言うことだけは絶対聞きたくないって人いるじゃん。僕にだっているぐらいですから。そうそう。で、それをね、それが自分の人生において、 そういう感情だけで動くのが悪影響なの知ってるからなんとかそこを落ち着け自分っていうのでそういう人の話も聞きながらやれるようになってるけど、まあ、普通は無理ですからねいくら大人になろうがだそういう点でやっぱ選手とね、本当につながってるかどうかっていうのはまあ自分で言ってる監督もやばいから置いといてその努力は絶対するようにしてますね 今ののアアセナにアセナナにレジェンド一人足すのはアンリーですでか、まあ、あ,のあれですね。アルテタがアンリーを使いこなせるのはそうですね。ペップのバルサ行った時アンリーが、ね、決められたポジションから離れて2得点したけど交代されたみたいな話。あるじゃん。ああいうのをしない、その、アルテタアーセナルのアンリーになれるんだったらそうだと思いますね。で普通にジルーとか機能しそうだけどね。 ちゃんとマネジメントも楽だし今のサッカーのスタイルに合うし定図君原理原則の設定と個人の自由の範疇の内容をどう設定するのかがマネジメントを見て難しくかつ重要だと思いますがどうですかそうですねそれが今の言った認識の統一ですねそうだから原理原則設定した上でその中で個人の裁量はこの部分は OK みたいなでそれをちゃんと監督と選手の中で認識の設定が間違ってると良くないっていう。 で町田原理原則よりレアルは個人よりに設定される想定です。ちなみに森保ジャパンはそのラインが存在しないのに森保社は存在すると認識しているカオスな状態だと思っています。あその通りだと思います。ハンディ交代させるあたり、ペップさすがすぎるうん、で、それをねあの、ちゃんと信じてくれるフロントが当時はあったしね。 信じてくれるチームにしかいかない、信じさせる能力みたいなのも黒田監督の対談を見て、質問者がサッカーの本質についてしっかり聞けば選手も監督も答えてくれるのを改めて実感しました、サッカーの内容は秘密性のものだと思ってましたが、違くてインタビューが本質を聞いて、あとはまあ、なんいですか、いなし方もじあのうまいですよね、それは重要な能力ですね。 あとはあれですよね、ビエラとかいたらすごいいいかなと思いますけどね、左インサイドハーフとかそうそう。レスター、森田狙ってる噂ありますけど、正直、レスターどころじゃないとこ行ってほしいけど、ね、熱気に。もう、森田の,あの褒められた試合、ブルーノフェルなんですね、本当にレベル異常なんで、両足で散らせるし、 あの守備の時にも後ろ振り返りながら全体バランス見つつプレスかけられるしイン間にも入っていくんですよそうだからねあの森田のパフォーマンスはすごいんででアモリムじゃん監督がこれ思うのがあのリバプールがシャビア・ロンソン狙っててそこ来るの規定路線みたいな扱いからいや映えるんだよみたいな。で シャビアのその今の生活、ご家族とかドイツに根付いてるんならそれはバエルンってあるじゃん。で、バエルンの方が、あの、内側のさ、組織が再編とかされてないでしょ。で、でリバプールは、ごめんね、もう決まってた。スポーツディレクターまだ決まってないでしょ。ちょっと今日喋るのに調べてくれなかったら、多分決まってないと思うんだよな、ね、新しい。ちょっとみんなのチャット見てからでしょ。それが決まってたら、もう交渉できるけど、決まってないよね。スポーツディレクターが決まらないうちに、 監督って決めらんなないですよなんとなくこの上がそれっぽい実験ある人が話は聞いてると思うけど喋らんさとかその代理人に実際はちゃんとこのオーナースポーツディレクター置いてないチームなオーナーだけどそのちゃんと実験あるスポーツディレクターがいてその人が言っちゃえば部長課長みたいなその、まあ、専務部長なのかもう現場みたい現場を仕切るのはこの人。 っていうでその現場にじゃあどういう人を入れてってみたいな全体の戦略考えるのがスポーツディレクターだからそれで言うと現場を誰仕切らせるっていうその決定権ある人がいない状態でシャビアノウンスの話は具体的に進まないはずなんですよね。ってなるとじゃあバイエルンってなってもう早めにサインされちゃったらとかそういうことあるからでこれがじゃあシャビアノウンスバイエルン行きましたと。っていう風になるとリバプール僕次狙うのアモリムじゃないかなと思ってるんですよ。 ってなるとアモリムは森田絶賛してるし日本人率いるの最高って言ってるから遠藤いてそこに森田呼ぶって全然あるからビッグクラブってあるんじゃないかなと思うんですよねそうでアモリムの場合はもしもじゃあシャビアロンソンなりました森田取りませんアモリムがえバルサ行くとか なんかそういういねアモリムのキャリアによってそこがビッグクラブになったら森田呼ばれるは僕全然あると思うんですよね。そのぐらいあの何て言うのアモリムが行くからそこにいた日本人だから行くってより普通に森タにそのレベルがあってそんなに接近高くないアモリムが、えー、そこ行く戦術浸透させるために中盤の核になる選手呼んでくるっていうあのサッリーでいうジョルジーニョ。森、う、田、ん、も,もサイドから戻ってきたボールワンタッチでジョルジーニョみたいな縦パス入れてたから。 やっぱ戦術浸透させるの僕もね、レイン呼んだりとかしたことありますけど、別のチームで。そういうのって楽だから。っていうか、それあるだけで全然サッカーも変わるじゃん。で、前言った、監督が選手に言うよりも、選手が選手に言う方が、この、ちゃんと原則があったりとか、ルールがある場合、響くんですよ。それはなんか、このちゃんと仲良かったりとか、信頼関係あるチームだとね、何もないと、 何言ってきてるのこいつってなんだけどこのルール設定をちゃんと監督がしてるとでそれを守ってない選手に監督指摘するとなんか先生が怒るみたいになるんだけどそれをちゃんとある上でキャプテンが選手に言う選手が選手に言うってなるとそうだよなその戦い方で行こうってなるからそういう点でもねやっぱり自分の,あのやり方を分かってるとか背中預けられる人がねピッチ内にいるっていうのが重要でそれがジョージ・ジーノにとってのサン,リあサンリーにとってのジョージ・ジーノだったしあのアモリムとってのモリタンになるなって思いますね。 仮にリバプル行ったとしてもりた誰のの代わりに出ます次の監督主題が分かんないね4123使うのか343使うのかでも話変わってくるしであと何大事にするかクロップの場合やっぱりさ可視化できる身体能力っていうのは大事にしたいじゃないですか,かそこは当然重要なんだけどね青森も,も契約解除金高いんだ アモニム,ムの場合だったらでもまあいずれにしろインサイドハーフでしょうね。インサイドあの上がり目になる中盤みたいな。だからダブルボランチの一角なんだけど攻撃の時には1列上がれるみたいな役割が多くなるんじゃないですかね。それでもそこそらいマクリスタンにねサッカー慣れてきて。 もしかしたらフラーヘンベルクとか良くなるかもしれないしカーティスとかイリオットとかあの辺がもっと良くなるっていうのは全然ありますからねだからそれはビッグクラブ行って楽なとこなんて全然ないのよあのこのチームだと控えですけどみたいな豪華な控えですねって言われてる人さ他のチーム行っても大体控えじゃん中堅クラブとかさビッグクラブで控える人は他のところに行っても控えだから中堅クラブとかになって出れるみたいなのあるかもしれないけどそれでも控えになったりするんじゃん だ結局ねどのチームでもその場所でねしっかり戦えないと他行ったら大体控えになるんだよね。 監督のの哲学理解していいいる選手を多いとチームの目線揃いやすいですでね。そうそうそうだから哲学理解した上で、えー、戦える選手から僕はだいたい出番を増やしますねでそっから先そっから先で今度技術とかの話になってきて、まあ、技術の最低ラインは揃えた上での話ですけどね止めれない走れないみたいな選手はねそれはなしですけどね ボランチととしてささ評価されますかそれなんかうどんとラーメンどっちが美味しいですかって聞かれてる感じっすね。ボランチっていう同じ麺として見たらそれはどっちかって話なんだけどどっちもね今日うどん食いたし今日ラーメン食いたしどっちにも良さあるぐらいの感じっすね。あそうそうあそうそうあ手がくすげえ。そうそう日本の言うだと思いました。分わわかってててミスなくて 前にも後ろともと、まあ、J リーグの時森田空中戦のね競り合いとフィジカのところレベチでしたからねバルベルですごい楽しそうに見えるんですがやっぱりバスク人って真面目で逃走しやすいんですなんかね人が悪いってわけじゃなかったと思いますバルサの頃あのねこの雑音が多すぎたりとか要求がフロントからの要求が多すぎたりとか理不尽な要求バンバンされてただろうからだからバスク っていうかバルベルデの今のアセチックビルバオの環境がサッカーに集中できてるんだと思いますね。そうだその2人がね、もう異常な活躍するさ、中盤の2人、遠藤と森っていて、もうね、富安いて、久保いてって、もうその日本代表がっていうね、それがね、だからドアもバイエルンと日本代表を重されるんでしょうね。そのカテゴリーにおいて ブンデスってカテゴリーにおいて抜けてるバイエルンアジアっていうカテゴリーにおいてこの力で抜けてる日本代表っていうそれをさらっと言っちゃったっていうそしたらもうゴリゴリに <laughs> 森保さん刺しにいった形になったっていう、えー、モンスター大好き君定調に扱った上での深刻なスペ体質になってしまったペドリですが治ると思いますが彼も努力しているのに。 まあだって、あれですからね、足早い遅いと一緒で、怪我しやすいしにくいも体質とかそういうところのね、体の問題ですからね、分かんないね、あの、メッシとかも怪我しやすかったけど、食事改善してよくなったとかありますけどね、ペドリーは当時のメッシみたいに、ピザめっちゃ食ってましたとかないだろうから、結構大変だろうね。だって、あの前、吉田麻也とかが言ってた、日本代表で一番終わった後ケアするの冨安みたいな、それでも怪我しちゃうから大変だな、みたいな話。 めっちゃ才能だと思いますよ。いやでもほん海外にね日本人大事にしてくれるクラブあるのはめちゃくちゃ大事ですよねやっぱそこのタレ一回つけれるかどうかってベルギーっていうのもちょっと絶妙だしね。 怪我しないって大事だからねだからあのピッチ上の頑張りとかだけは本気って言うけどピッチ外でも頑張れるかどうかみたいなそうその本気の本気っていうか必死っていうかでねできるやつって必死がベースラインになってるんだよねあのそうそうそうなんかえそれはやること当たり前ですよねみたいな普段からの食事だったりとか体のケアだったりとか あとは、えー、ナサーカーデアイカ君。スパチシャルありがとう。何の脈絡もないところが、すみません。少し前話題になってましたが、えー、冨安の契約延長という報道を見て気になったことあります。富安がアーセナルに入団して、特に伸びたと思う能力ありますか富安がアーセナルに入団したのをきっかけにサッカーを見始めたので、当初から完成している印象があり、聞いてみました。アーセナル入ってから伸びたか。でも、ボランチとか、いろんなポジション取って、そこでボール失わない能力が伸びてるんじゃないですかね。 コロナのとかはね、内側入ってて、ミドルシュート決めたりはしてたけどね、そこ伸びたと思いますね。あとは前傾姿勢の守備がちょっと治ってきてるとは思いますね。うんとかかな。両足もともとすごかったしね。たぶんね、もともとすごい選手だから、ここ良くなったなってあんま見えないですよね。そうだやっぱりね、だからさっきの話もとると、やっぱ好きなもの っていうのが才能っすよね好きだと寝る時間全然削ってやれちゃうからな。ガンバとアヤックス提携したんだへえどういう提携できるかってねほ名前貸しみたいな提携としっかりねあの指導の上のねカリキュラムみたいなのを一緒に共有してみたいなと全然違いますからねそこまでは分かんないな。お三河一休 あ、グラスナー良かったっすね。あの、フランクフルトの時代に比べるとだいぶ連動は甘いけど、それでも、前プレイかかってなかったじゃん、ロイス、ロイホジさんの頃。だけど、同じように前プレイかかんなくても、523にしてるから5バックだから、前プレイかかんなくても後ろ人数いるからいけるってだから森安ジャパン現象っすよね。前プレイかかんない442だと後ろ人数少なくてやばいんだけど、5バックだと、同じように前プレイかかんないから人数いようが。だったらそこ減らして後ろ厚くした方がいいよねっていうのが、 機能しててるって感じですねだからよく書いたらだからよく書かないでブロック作って守ってる時間スパーズめっちゃ苦しいんだけどよく書いてつなぎ出したりとかクリアちゃんとできなかったりするとやっぱスペース空いたところにスパーズのカウンターだったりとかそういうスピードに乗ったポゼッションみたいな攻撃やられるっていうでもこっからよあのロイヤル・ホジソンよりはもう絶対よくなるねロイヤル・ホジソンはそういう何て言うのかな悪い監督って言えないんだけどもう闘志はなさそうだから負けても笑ってるしうん おじいちゃんが、なんかこう、トラブルを起こさないから、座ってるって感じですからね。格上戦。あ、そう、だからね、あの、日本、この、この世の、揃ってても。やることはっきりしてなくて、バラバラだと負けちゃうっていうのは。ドイツ代表には、やることはっきりしてたんですよ、日本代表は、だって。守、もう守るしかできなかったじゃん、四四一一でさ、その。 4四4四1四4一4四4 − 1 4 4 2いずれにしろダブルボランチの前のスペースガンガン開けたまんま、えー、そのポゼッションで押し込まれるしそこで最後権田が防いでただけみたいなあとドイツがフロントエリアをそこまでうまく使って逆サイト振らないからみたいなだから作れるチャンスの数が少し減ってるのとそこの精度落ちてるで守るだけだからみんな一生懸命頑張るみたいなでそこから今度5バックにして、まあ、逆転した後も同じ目線揃わざるを得ないサッカーやってたから。 でそれがバイルンがそこに気持ち乗ってないから目線揃わない中でもうボール失ったた瞬間の切り替えが激ゆるみたいなでもシティとかもさ昨日そうなっててさ気持ちは一つに頑張ってるけどやっぱりいろんな攻撃できちゃうから目線揃わないって状況になりましたよねでそれはあの日本がコスタリカ相手になってたことですよねでその話の中で今日言いたい日本代表が ドイツ代表に勝ててた理由みたいなところで、今度ドイツ代表側の目線なんか日本のアマゾンプライムでは見れなかったやつが翻訳してくれた人がいて見れたんですよ。見た人多いんじゃないですかね。結構再生数いったんで。あれの、なんかね、あれに結構好意的なコメント多かったから、それ好意的なコメント書いた人には嫌われちゃうかもしんないけど、書いてないふりして聞いてね。今からみんなが持つ意見が初めてだと思って、まあ、それで僕と同じ 意見にならなかったらそれはそれでそのままでいいんであのどういうあの映像を見てない人に説明するとし、えー、日本戦負けましたその後のミーティングでハンジフリックが何、えー、であんなにチャンス作ったのにあのダメだったのみたいなそうそう決めれなくてあの、まあ、チャンスどんどん不意にして結果相手のペースになっちゃったみたいなやつでそれで何が足りなかったで攻撃で何足りなかったって一人一人に聞,聞いて あの距離感がが悪くくてボール繋がなななったみたみいなままああドイツ代表でありますよねセンターバックとサイドバックの間空きすぎててみたいなそ,うそ,うそこをミラーが瞬間的につなぐ時はいいけどとかなんかそういうでそれが攻撃面の問題でで守備面の問題で言うとあの浅野の裏抜けのシーンでシュロッターベック裏ケアしたかったやつあるじゃんあれに対してこのミラーがこれは哲学の問題だと思うみたいな前から行きたいか後ろから行きたいかみたいな後ろに下がりたいかみたいな。であの ンジフリックは監督は、いや、これ全体的にブロック下げてたら、こんなこと問題にならなかったみたいな。で、ミュラーは、いや、こんなに下げてたら、ブロックを全体的に守備のブロック下げてたら、あのセットプレイの時に、後ろで日本代表に好き勝手やられちゃうから、それは出来上がったみたいな。そうそう。俺、あれ見た時に、就任したてだったらわかるんだけど、え、結構やった上で、初戦終わってあの議論してんのって、チーム作れてないと思ったんですよ。普通、あそこでするべき議論って、 この時に、チーム、例えば、うちだったら、裏にボール出てくるときに、全員裏ケアしなきゃいけないです。全員っていうか、その裏抜け、この、後ろからボール蹴られますっていう時に、裏狙ってる選手がいたら、裏は絶対行かせない。足元のボールは入った後に潰せればいいっていう、こう裏絶対のルールでやってるんですよ。ボール出てくるときは下がるみたいな。で、その時に、 まあもし足元入っちゃったら前向かせない守備してプレースバックを待つみたいなこういう一個一個こういう原則決まっててでこれってうちだけじゃなくてこういう細かいところって決まってるチームあるじゃんそれが決まってないからあの失点に対してブロック下げる監督の考えといやそれは上げてた方がチームとしてあの日本に好き勝ってやらせないだろうっていうこの2つの意見がチームの中心選手と監督で1試合目終わったところで出ちゃう時点でえっ 全然名称じゃないよ、それっていう。そう、だから、戦術はあったんだけど、原則がなかったんだよ。だから、ハンジフリックの、あの、えー、っと、で、その後の、あの、コメントだったから、ハンジフリックが、フォーメーション6は、緊急事態だけって言ったろって言ったの。えフォーメーション6つあんのみたいな。<laughs> フォーメーション6あんだみたいな。 俺が言ってたらいじられまくるよ、フォーメーション6。ドキュメントで。おば今フォーメーション6だぞつって。<laughs> レンがフォーメーション2って言ってんだろみたいなさ。<laughs> で、え、6つみたいな。で、その使い方が、あの、緊急事態だけって言ったろっつって。あの、緊急事態ってだいぶ曖昧っていう。いや、それは、日本代表相手に1点しか取れてないってことが緊急事態っていう考え方なのか、 なんかその、拮抗した時間が長くて,てん、なんていうのか、その状況によって緊急事態、人によって違うじゃん。2点取られててもやり方変えずにちゃんと3点取り返そうとする人と、いや、2点取られたのは緊急事態だって思う人で全然違うじゃん。で、これが、緊急事態っていうのって何なんだというと、フォーメーション6まであったら、ハンジフリックがここで指示出してて、ここの選手が、フォーメーション6っすね、ボスって言って、左ウィングの選手伝わってないって、全然あるよっていう。 ってなると、え、それは無理でしょっていうふうに僕思って。で、じゃあ、じゃあなんでレオさんハンチフリックのこと名称って言ってたんですかと。僕は、バエルンでの実績とそこで見せてたサッカーで名称って言ってましたと。で、ドイツ代表が予選で調子悪いの知ったけど、もう全然良くなってくると思ったしあの、ワールドカップ前の期間はまだ集まれるしね。それで、あの復帰する人もいるし、ハバーツが。 だけどあれなんでドイツあのバイルンだと良かったかというとそうアラバがいるのよドイツあのバイルンにはセンターラインにレバンドスキーいてミュラーいて、えー、ゴレツカ・キミヒいてえラ、ー あらばいて、ボアティングいて、ノイアいたって、このセンターラインに誰かしら分け分かってる人がいた上で、そこから可変してとか、毎日練習できてて、なおかつ前の監督うまくいってなかった、次、ハンジフリックになります、みんなで話し合って、この人のやり方で勝ってるってなって、全部一個一個上がっていく状況で、フォーメーション6使いこなせる人いるのよ <laughs>。だけど、ドイツ代表にはあらばいないし、そんなにたくさん練習なんてできないし、でも、ハンジフリックの 監督としての成功体験はバイルンなんですよなんでバイルンでできてたことでうまくいってんだからドイツ代表でだってうまくいくでしょっていうでもうシュロッターベックとズーレとアラバってすごい違うじゃんもう見た人はわかるじゃんアラバってレベチでしょ頭の良さもポジショニングの取り方だからアラバってバイルンとかそうなんだけど が映えるんだとして例えばサイドバックがむっちゃ上がってる時でセンターバックがここに横パスがつながるんだったら開くしサイドバックが絞ってる時だったらここでそのままとどまるしとかその状況によよってポジショニングをりり直せるのののとか他の人ずらしたりもできんのだからあらばだからいろんな戦術いって前にはミュラーとかレバントスキーいてちゃんとコミットメントの高い状態のゴレかとか君ヒいるから。 で君引きとかもボランチやりながらサイドバックあがんだったらこっち行ってとかできるじゃん。そうだからあの戦術をやるのもこの力なの。シュワブのドキュメンタリーでも見せてるけどさ、あの選手の能力上がってっていろんな戦術できるようになるみたいなのをみんな見てたりするでしょとか一回言っただけじゃ戦術入んなくてみたいなのみんな見てるじゃん。あれと同じでハンジフリックは森リあのそうモリさんと逆の失敗をしてるんだよ。 森保さんは何にも与えなすぎて何すればいいんですかねハンジフリックはもう今までの成功体験が与えに与えて答えて答えてだったから選手が。で、それが代表だと与えすぎになってたっていう。なんでみんな選手の気持ちになって考えてみてほしいですよ。あんま与えてくれないけど自分たちで考えてフルスイングできるサッカーと与えられすぎて考えること多すぎて与えてはくれるけどフルスイングできない。まあサッカーでスイングあれだけどもう サッカーをすることに集中できない戦術ないけどサッカーには集中できるさあの監督と戦術ありすぎてあのサッカーに集中できない監督だったら前者の方が強くないでその戦術の与え方っていうのもあのドキュメントの話に出てるのは原則じゃないフォーメーションいっぱいあってこういう時これ使えっていうパターンなのよ原則とパターンの、えー、そこの戦術の違いって戦術は瞬間瞬間的なところの この,このフォーメーションでこうとかいう現象を表したいんだけど原則っていうのは現象が現れる方法を言うの例えばウィンこの状態のさフォーメーションってさ424とかさ415とかこういうふうに表されるじゃんでもこれって415とか言うってやるんじゃなくて僕の例えばチームのやり方だとウイングに対してサイドバックがパスコース作ってボランチにも出せるし中盤にもつけれるしっていうこのペナ幅で 最大限の高さを取れていくかです。そうすると、これ低すぎたらさ、いくら415みたいになってても、ここ遠すぎてさ、このパスが引っかかったりとかするじゃん。でもこれが高すぎると、こっからここ出せないから無理じゃん。だから最大限の高さってやって、結果それが、後から415。言っちゃえば、フォーメーション5、フォーメーション6なの。でも、このやり方だと、この選手は、すいません、ロゴサンドパトローこういう目線でサッカー見てるから、わかんないんだよ、そんな。フォーメーション5とかフォーメーション6、わかんないでしょ、みんなこの状態で。 今、フォーメーションいくつか。だけど、この状態でね、みんながこの状態の時ね、この状態の時に、自分がセンターバックボール持ってる時自分がね、みんなが、どの立ち位置取ればいいかは、この人の位置と、この敵の位置と、この敵の位置見ればわかるでしょ。これが原則なの。で、これをやんないと、選手は頭でっかちになる。てか、これを教えても、選手って頭でっかちになるから、そのぐらい、 選手にかける脳の負荷って下げながら戦術的な現象を起こさなきゃいけない。でも、これって、あえて機械で言うよ。いいパソコンだといろんなウィンドウとかアプリ開いててもガンガンスイスイ動くじゃん。でも、古いパソコンとかよくないパソコンだと、色、ちょっとタブ開いたり、ちょっとアプリやるだけで落ちるじゃん。それを選手だと思ってください。選手の質が上がれば上がるほどいろんなことやらせていいのよ。それがあらばなのよ。でもそういう選手がいない状態で、 いろいろなタブ開いていろんなアプリ開いてるからおかしくなってるだから日本代表の良さっていうか森保さんが褒められる時っていうのは与えないからこそ自由にやるだから森保さん自身も言ってるんだけど作,に作詞作詞に溺れるが一番よくないみたいなだからこれがこういうことなんだよ森保さんが言ってるのはそうだからあらばすごすぎてだからバイルの問題も全部さ基本あらばに戻ってくるじゃんビルドアップできる選手いねえみたいなさでも あの、キム・ミンジェとかウバメカノがいるから、フィジカル的に担保されてみたいな。両方あるの、アラバじゃん。で、僕はアラバって言うと、いや、いつまで言ってんだっていう人たちいたけど、もういないでしょ。これなんでかっていうと、その結果が示してるから。そう。俺だったらフォーメーション1とか6とか試合中判断できなくてなくて、そうなのよ。だからここのつまみ調整。ななこれをさ、例えばね、これが、めちゃくちゃいい監督。 みんなのこと、みんなそれぞれ選手だとしてみんなのことをめちゃくちゃ考えてくれて、この人についてきたいって人が、フォーメーション6までやろうって言ったら、わかりましたってなるでしょ <laughs> めちゃくちゃみんなに優しいよ。めっちゃこの人とやりたいって人が、何々っつって、君、フォーメーション5までやれるよって言ったら、わかりました、明日まで覚えてきますってなるでしょそれでもきついじゃん。 で、めちゃくちゃ嫌なやつで、ね。いやー、こいつともうサッカーしたくないって人が、フォーメーション6まで考えたんで、つってたらやがましいわってなんじゃん。<laughs> っていうのと一緒で、だから戦術をやるにも、監督と選手のこの心のつながり大事なんですよ。だからまあサッカーおもろいんだけどね。うん、そうだから、あのー、サッカー学ぼうすれば学ぼうするほど、 自分の知識量だったり、自分のこのアウトプットの仕方みたいな洗練されていくんですけど、ただ、選手に与える情報量は、できるだけ少なくしようとしてるんですよ。僕、自分のドキュメンタリーで、あの、みんな見てくれてるシーンで言うと、僕、修正するじゃないですか、試合中とか。とか、始まる前のミーティングも、5分とか10分喋ったとしても、そんなには喋んないけど、長くて多分5分だと思うんだけど、この、いろいろ喋ったりとか、こう、結構長く喋ったとしても、いろいろ、この、 えと理由をを言言って答えを言うじゃんこうでこうで相手がこうだからとか自分たちこうだから今日はこれやろうっていうのを話して5分から10分になったとして最後にまとめるよっつって1個目これする2個目これする3個目これするっていうビコーズを言言わないで結論言うじゃんこれなんでかっていうと長く話されると選手って結局何ってる選手っていうか人間って結局何ってなるだよ。 だって僕こんだけ話して最初から動画この生配信見てくれてる人も、レオザ今日何の話したって言って1個言えるか言えないかじゃない。でめっちゃ聞いてる人は2、3個言えるじゃん。だけど、これが聞いてるだけ楽しむだけならみんなそれでいいじゃん。選手はその聞いたことを試合でやんなきゃいけないよ。ってなると、いかに頭に情報をこの幹のとこだけ重要なところだけ入れるかって話だから、 3個でも俺多いと思ってるんだけど、でも3個は言いたいみたいな時あるから、この3個ばーっと話した上で、これやろう、これやろう、これやろう、みたいな。ね、プレスバック遅れない。セットプレーの時に相手のマーカー外さない。で、攻撃の時に裏をどんどん使う。この3つやろう。って言ったら、意識できんじゃん。みたいなことなんでね。で、この意識するみたいなところを増やせたりとか、その精度高くなってくるのがいい選手みたいな。そういう感じなんですよね。うん 大事なな話ができましたねそなんかわーって喋られて結局何ってなるし試合終わった後とかで、ね、もう疲れて帰りたいってなるからもう基本一言二言とかまあすごいいい試合して勝てた時とが逆に厳しいこと言ってねこの緩まないをしたりとかいろいろあるんですけどでもそれがねどれぐらい正しいかどうかなんて一生分かんないもんだったりするからね彼女と別れそうな選手だったらねあの終わって早く電話したいってことだけ考えてるかもしれないし。 あの映像ここまで面白く語れるそうです。あ面白くいいと思ってくれるのが嬉しいね。いや、でもあれ見て、本当に、だ僕はありがたいのは、うちだと、やっぱりあの持ち上げるわけじゃないですけど、笠原とか蓮とかがいてで、いや、レオさん、それできないですとか、それはやるとこうなります、これ、こうですとか、あの止めてくれんのよ。僕はもう、僕もハンジフリック側なんで、わかるんですよ。やら,やらせて、やれると思った感。 いや、こんな、マジで、ほんと、バカみたいな話だけど、いや、もっと上手いと思ったみたいなさ、わかるでしょ俺見てたらわかるでしょうなんかこう、良くないっていうか、やっぱりね、愛もバランスが重要で、なんか選手好きすぎたりとか、自分が可愛がってる人たちだから、もっとやれるだろうとか、俺の選手な、みたいな思っちゃうんだよ。で、結果、それをやらせて、むしろ重荷になるみたいな。でその時に、いやれよ、それうちの選手まだ無理っすよとか。そうそう。 こうそれはこれがうまくいってからやりましょうとか言ってくれるから、そうだなーつって。結果、この、僕だけに任した方がドキュメンタリーは多分面白くないますね。その、いっぱい失敗するし。でもやっぱチーム強くするから。僕も裸のお様が一番恥ずかしいから。そう、だから、僕は気持ちわかるのは森保さんよりはんじフリックス。僕は森保さんみたいに、あんなに放任して、結果ついてこなくて、なんか、散々言われてみたいな、あっちになれないから。 そうだからそこでちゃんと「いやそれダメですよ」って止めてくれる人がね大事なんだよね。そうだ黒田さん当然うまいしやっぱ黒田さん自身がいっぱい失敗してきたってあの時一個一個ねじゃあその失敗をどうぞっていうふうに喋るわけじゃないからやっぱり黒田さんの中で勝たなきゃいけないじゃんそれこそ高校サッカーなんてよりすあのトーナメントでしねだか,か勝たなきゃいけない中でこう哲学を専念させてったんだと思うんですよね。で僕も しくもといいうかたたまたまその状況じゃないですかシュワボ東京で毎シーズン昇格しようとしたらリーグのレギュレーション上もう1位しかいけないからトーナメントみたいなもんだからねうちもだから結果哲学がまあ似てくるっていうのは恐れ多いけどなんかこう追随する感じになるよねそうだからハンジフリックに必要だったのはもう本当にそういうね止めてくれる人だったんでしょうね でもね、映えるんで成功しててねそれであんだけ無双してるから止めれなかったんでしょうねでさこのチャンネルっていうか僕もそうなんですけどサッカー界をさ好きじゃんサッカー界っていうかサッカー好きだし選手好きじゃんだし監督もすごい人って思ってるからリスペクトがあるからその分いっぱい戦術言ってできるって思っちゃうじゃん俺も思ってたし絶対みんなも思ってるなんならまだ思ってる人もいると思うんだよ できないからね。<laughs> 中の人ってとかいっぱい知って、いや、だってめちゃくちゃ遅刻する選手とかいるし、めちゃくちゃ連絡返さない監督とかその上の人っていっぱいいるのよ。人としてどうかみたいなコーチだっていっぱいいるじゃん。あの人たちができるわけないんだから。そう、だからね、戦術的イコールいいってなるけど、実際はね、めちゃくちゃ現実見なきゃいけないね。そう、だからね、みんなが、 そう「みんなの心の中に森保さんとハンジフリックの成分があるんすよね」とかコンテの成分があったりとか僕なんてめちゃくちゃ夢追い人ですからそれで言うといまだに歌作ってるわけですから「うん、お前もうサッカーで食ってんだから作んなくていいだろ」ってなてもいや俺の歌詞は人を勇気づける」みたいな。<laughs> ありがとう。でも失敗を次に生かせる人間はどちらかと言われたらフリックですよね。納得できる失敗の仕方というか、それがないから森保さんもやもやする。あ、そうそうそう。だから僕はトライアンドエラーでね、鉄の板を iPad にしようとしてきて、今どんぐらいになってるのかなみたいな人間なんで、だから半ンフリックの方が理解できるっていう話はしますけどね。まあそんな感じでありがとうございました。まあこんなふうにね、いろんなサッカー界の話を楽しく話すんで、よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。そして、シュアボ東京ね。 まあこういうふうにえ本気でえ昇格目指してやりながらまあその話をこういうところでしてるんですけれどもスポンサーさん募集しておりますういううねもうあの選手信じてねロマンってやりたい監督がいろいろ葛藤しながらねスタッフ、選手いろんな人とね力を合わせてねその中で最適解を見つけようとしてやってますんで。 応援してやるぞという方はぜひとも概要欄の方からご応募ください。そしてスポンサーにはまではなれないけど、みたいな方は個人スポンサーもなれますし、レオザ学園入っていただくと、こういうレオザと分析協日やったやつとか、明日やるね、シュアーボの試合を監督自ら解説するオンライン観戦会とか、集休学の本になった授業を毎週作ってて、そしてね、えー、今月もまた授業イベント、先月のリータタナイさんに続く、えー、素敵なゲストの方をお呼びしておりますんで、えー、よろしくお願いします。そんな感じでありがとうございました。レオザフットボールでした。今日はキャリアやりません。 お疲れ様です。起きてたら汗かる試合やりますまたねバイバイ私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから JD が排出を目指す僕らとしたステップアップも大関係です概要欄の URL からのご応募お待ちしております